全員脳天です。聞きまし た, ました、ね、これでリーチだ。ウバビのリーチ、ウバビはどうですか。ああ、ここにいきなりいらないんですけどね、まあ、急走地層っていくんじゃないですか。うん、ですね、両方ね通りそうなんで、うん、うん、そうですね、まあ、とにかく急走から。あ、桜さん9ピンいけるか。おお、こうしましたか、うん、ここはもうやめですね。はい、ウーパピンは山に1枚しかないですよ。そうですね、ウーピン枯れてますもんね。うん、おお、テンパイですね。はい、お、行った、行きました、テンパイ取りに行きました、うんうん、ああ、 K 点に行く、 K 点というか役ないですもんね、食べたら、ええ、それはやめた方がいいですよね。まあこのまま行ったらどっちにしても脱がなければいけない。ああ。どっちにしろ脱ぐならば K 点に行くんだという。パワーワン切る手もあるか。ああ、打っちゃった。うん。ああ、なるほど。リーチ、タニアをピンフ。さて。うん。3900ですね。ねえ、脱衣麻雀なんてテンパらないとっていう。そういうことですね。テンパった。リャンウーパーソーテンパイ、リャンウーパーソーはどうですか。場には1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あんまりない、2枚ぐらいですかね。そうですね、ここは小倉さんも、もうガンガン行くしかないか。うん、改めてウーピンを頭に戻してでもウーピンシャンポン系だから振り点ですね。ああ、まあテンパイだけでもって、そうですね、感じですかね。ああ、さくらさんこれ切ってんだった。ああ、朝倉さん、そうですね、はい、あ、さすがにここはもう、うん、ね、これでもうリャンウーパーソンほとんどないんじゃないですかね、多分ほとんどリャンウーパーソン、あった、ありました、ラサイですね、はい、あ、裏1枚になった、ディープピンツモドラ1、1326ですかね。これは大きいですね。大きいですね。いや、朝倉さん、ドリンク剤っていうのも効いてるっていう話ですよね。で、これ勝利の服ここまでバッチリですね。内側から脱ぐという新戦法を展開しています。はっはー、いやー、闘牛ですか、うん、そうですね、闘牛な、2回戦絶好調になってる朝倉さんです。さて、さつきさん、もう脱ぐもんないじゃないですか。もうどうでしたかね、このハンちゃんはまだ、このハンちゃんというかこの2回戦はまだ上がってないから、そろそろ上がらないと、次親だし、次親だし、そろそろ上がらないとね、靴下も脱いだことだし、上がりましょう。さて、ゴージャス小倉、ゴージャス遥か、悩んだってもう脱ぐものは一つしかないでしょ。一般的にはピンクに始まり黄緑、水色きてますね。芸が細かいっすね、小倉さんね。その芸の細かさはきっと勝利を呼ぶね。南三局、
親はさつきさんに代わりました。ドラマチーピンです。さつきさんの手はもうすぐに難を切っています。そして朝倉さんのところにもドラはないけれども完成メンツは一つあるかな。想像パーワン引いて流派切り赤が二つ、チーワン引いてちょっと板野さんは遠いですかね。さて、おパーピン引きました。んメンツ一つ完成。白これはいらない。こちらはリャンソーちょっと苦しい。3番重ねて9番切りリューファいらない。ドンいらない朝倉さん。こちらは数番虎のチーピンは山にまだ3枚あります。数層これは悪くない。何重なりました。難波です。おドラのチーピン引いた。さて何泣くか。泣きました。泣きました。これはちょっと良くないですね。残った形がね悪すぎるんですよね。他がね、ねこちらはドラが統一でかなり泣くとね、こういういつもがこういういつもが来ました。泣くとねなんか場が早まるんですよね。これも割といい感じ。パースを切ります。うーん、いいわ。あーまたメンツは完成。どんどんね、はい、手が進みますね。さてうわドラはここに来ました。絶好の相撲。それでウーアンですね。そうでしょうね、そうでしょうね。もう現時点でイーシャンテンです。ウーアンしかないと思いますけど、これで赤ウーソーが重なるとかだったら絶最高ですが。そうですね、チューン。わっこれはいい相撲になりました。そうですね、はい、リーシャンテン。うわーいい形です。でスーピン切ってですね、シャンテンですね。はい、いいシャンテンです。ローソー、これも相当いい形になりました。相当いい形になりました。親ですからね、あこれで3万パーワンかな。うん、はい、パワーから差し子の3色ありますから。ああそうだ、テンパった。これでテンパイはテンパイが入りました。何のみ三層待ち。三層は小倉さんが1枚持ってるで場に1枚出てるんですね。あテンパイだ。パワーピンでリッチ。あこれ三層の出上がりになっちゃいますね。うんですね、うん、安牌ときて小倉さんがやっぱりこれ切りそうですもんね。切る可能性は高い。高いですよね、はい、あドラドラのイシャンテンだから簡単にやめるってわけじゃない。あパーピン掴んだ掴んだ。あこれリャンゾーを誘っていけるかどうかですね。あ回ってうん、回りそうですね。ああ回りました、回りました。あ三層が当たった。勝負、これは勝負。これは勝負ですね。勝負ですね。カンチーワン勝負。これ結構いい勝負なんですね。いい勝負ですね。カンチーワンは2枚パーピンが1 3 4 5。国根さんおっしゃったように今願いが国根さんおっしゃったようにちょっとこれは厳しい展開になりましたね。ですね、板野さんちょっとこの何の身で蹴りに行ったのは失敗だったが、まあ何ともまだ言えません。結論は出ていませんが。そうですね、はい、うーわまあでも切るしかないですけどリーチ言ってるわけですから。朝倉さんいい層が通るという保証も確かにない。
あ、イーストもちょっと嫌なとこですね。そうですね、はい、やりましたね、いいピン。さてどうするか、板野さん苦しい状態が続いている。まあ、パーピン切ることは ないでしょうから、はい、まあ、今のところ振り込まないですよね、しかしこれどれも怖い怖い牌がいい。E ピン、まあ、E ピンじゃないですかね。E ピン、E ピンですね。うん、E ピン。さつきさんにピンズ1枚も通ってないっていうのは あるんですよね。そうですね。だからさつきさんには、まあ、それなら、あ、まあ、行きました。行きました。はい。チーソー。カンチーワン対ウパーピン。カンチーワン対ウパーピン。ウパーピンが3枚、チーワンが2枚です。はい。いい勝負ですね。はい、うん、板野さんはこれはEピンももう1枚通せます。ドラのチーピンこれはしびれる、これはしびれます。理屈抜きにしびれます。うわー、ここにウーピン来た。これは2枚2枚ですね。これはさすがにこらえました。盤の雰囲気だとマンザの方が上がれそうに見えますけどね。うん、板野さんはさっきリャンソー通したんですよね。ええ、だからリャンソーただ行けばいいんじゃないですか。何を悩んでるのかな。もう一回戻す。ああそうか、脱ぎたくないから、脱ぎたくないからどうせならばテンパって脱いだ方がいい。まあ、朝倉さんが一生懸命なんか誘惑してんじゃないですかね行った方がいいって。どうせならばやめた降りて脱いだ方がいい降りて脱いだ方がいいっていうのを選択しました。そうですね、はい、スーワン、いやもう打つしかないんですよ、リーチなんだから。ポンしてテンパイ取れます。ポンしてテンパイ、あ、チーしちゃった。ポンは声が出なかったんですね。出なかったですね、出なかったですね、ああこれチーワン積もるんだな、きっと。テンパった積もったね、はい、そういうことですよね、はいはい。リーズもドラドラ、リーズもドラドラ2004戦です小倉さん、まあこの半ちゃん、この2回戦は苦しいんですが、とにかく多少復活しました。なかなか見応えのある戦いでしたね今ね。よくさすが朝倉さん耐えましたね。ね、おそのあの縁起のいいの脱いじゃうの、また中脱げばいいのに、また中のもうなんか全部脱いじゃえばいいの中大丈夫か。これもまた来てますね。これ何、これ何柄、いやー、うん、ですか。はい、ということでオーラス朝倉さんの親です。はい、頑張りましょう。さつきさんはこれ脱ぐのあるんですか。ある、ある、お、あるんだそれそうですか。ちょっとねこの2回戦上がれませんね。今はいけるかと思ったのにね。あれね、板野さんがぐっとこらえたんですよ。当たり牌止めたの、板野さんが板野さん止めちゃったのあれ止めなかったら絶対上がれてたんだけどね、うん、ねえ、はい、でした。残念でした。それで何、上を脱ぎで、まあその体勢でオーラスもう一勝負ビシッとやっていただきましょう。さすがパーピン、よく耐えましたねパーピンね。あれスーマンが出た時ポンするっていうのは考えなかったですか。スーマン出た時ポンしてスーソーを切ればパーピン短期で受けられるね。まあ というような話を国連さんとしてたんですけども、それをしなかったがために国連さんが望む形になりましたなかなかね芸が混んでますよね、上下ともにね、うん、ということでこの後はオーラスです。さてオーラスです。この2回戦はトップの朝倉さんの親ドラはスーピン。さてどうか、さてどうか。想像が結構多いですね。第1打 E1 から行きました。板野さんは E ピンが重なりました。問いつ3つ、そして小倉さんはパーワン引き。
一番手がいいのはさつきさんかなという感じはありますが、スーソーを引いた朝倉さん、あーっとあんこになりました板野さんです。イーピンあんこ、小倉さんはポンが統一、さつきさんチュン重ねました。パーワンですかね、はい、そうですね、はい、シャンテンですね。ロビン、あーいいとこ引きます。これはあーチュン泣きました。あ、もうポンテンですね、うん、これで三層切りのカンパーピン受け、そのパーピンを引いた朝倉さん、これはタンヤオに行くようです。パーピンがあと何枚あるか、2枚ですね。2枚ですか。ウーソー引き、うーん、もうしかしこの形を変え、おーっと、もう行きます、もう行きます、積極的、ええ、もう食いたんドラドラで十分と。お、これがまたいいところを引いてきました。9番カンパーピンテンパイです。ペ9走、3番、うーん、これは切ってしまいましたね。パーソー引き、これはもうとにかくローピンを引くぐらいしか手を変える気はなさそうです。ローピン引き、うん、だいぶいい感じにはなってきました。ここでチーピンを切ります。チーソローアン、いやいいとこ引いてきます。これでパーワン切ると、はい、ステとチートイツのインシャンテン、ね、そうですね、そうですね、そうしました、はい、おっと今インシャンテンだったんですけどね、ですね、ですね、両ピンでよかったと思いますけどね。 C1 があんこになってさあどうする。うん、おお、ドラも固定ですね。はい、確かにね、ドラ2枚は生かしたい。さつきさんはこれはウーピンを切りました。ローピン、これでイーシャンテンにはなりました。そうですね、はい、しゃあこのスーピンがあんこになることはお互いないんですが、赤ウーピンとなってどうするか、あくまでカンパーピンで待つのか、それとも赤ウーピンを生かした甘露ピンにするのか。うん、あ、甘露ピンしましたね。甘露ピンに変えました。ただこれ甘露ピンは出る可能性がここにありますね。そうですね、山には1枚しかないですけど、はい、ちょっと出る可能性、でもほとんど出ないですね、うん、きっと、あー、テンパイですね。テンパイ、トントスドラですね。トントスーピンのシャンポンです。これ行くかな。行くでしょう。リッチ。トンはどうですか。山に2枚。山に2枚ですね。スーピンは0枚ですけどね。スーピンは0枚。9ピン引いて。これはダメですね。タイヤもなんでね。一応テンパイです、うん。一応 K 点にはなりました。あ、パーピン。パーピンもう関係なくなっちゃって。そうそう、あ、そうでしたね。そうだ、そうでした。失礼しました。山に2枚あるトンが3番。もうこれは行きます。うわ、ああ、まあ、これはしょうがないですよね、もうね、うん、9ピンですかね、いった、うん、
つかんだ。つかんだ。リーチ、ドラ、サン、一平子。うわあ、大変なことだった。リーチ、一平子。一、二、ドラゴ。リーチ、一平子、ドラゴだからハネマンですか。ハネマンですか。はい。小倉さん最後にハネマンを上がりました。マンガンハネマンと上がって少し盛り返して終わったこの2回戦でした。天杯まで行ったんですけどね、なかなか当たり牌が出てこなかったですね。あのトーンはもうね、行く以上はやむを得ないのかもしれません。さて何を行くんでしょうか。ヒョウ柄が消えていく。ございますか。大リャンピン、大リャンピンの連発という形に1回戦に続いてなりました。さつきさん、大リャンピン隠しですね。いやお疲れ様でしたね。ということでございました。2回戦トップの朝倉ひな子さんです。おめでとうございました。ありがとうございます。いや力強かった。うん、でもなんかさっき私1回戦目は、うん、ラスだった上にマイナス8000のチョンボがあって、うんうんうん、だったので板野さんと今トップラスの状態を希望してたんですけど、板野さんが私と1万2000点差しかない2着っていう結果だったので、うんうん、ちょっとねやっぱり板野さんからもっと上がりたかったですね。はい、まあまあしかしこれでかなり厳しい状況から戦線に上がってきたということ。そうですね、ギリギリ戦えるラインまでは来たので、うんうん、でもまあこういう方がね見てて面白いでしょですよですよ、はい、ね、でちゃんとだってそ何勝てる服、はい、勝てる服で勝ったと。やっぱね、うん、運気って大事ですよ。わかりました、はい、分かりました。であとなんかドリンク剤も飲んだっていう。はい、そうなんですよ、うん、なんかねたくさんタイトル取ってる女流 の、 プロのお姉さんが、うん、朝にオロナミン C を飲んでタイトルいっぱい取ったって言ってたので、うん、ちょっとその原因を稼がせていただいて。そうですか、はい、いや見事な見事な戦いでしたね。はい、はい、じゃあこの後も3回戦以降もガンガン行かないと、ね、ガンガン行かないとですね、はい、全部あとトップ取るんでまたここ戻ってくるんで、わ、うん、かりました、はい、じゃあ PR ここ小出しにしないと。そうですね、ちょっとね言うことなくなっちゃうんでね、はい、というその小出し PR タイムでございます。はい、ひなぺちです。ということで告知なんですけど、私の、教えてもらってる麻雀の番組があります。ピヨピヨ乙女麻雀スクールっていう番組で最高位戦新井慶文プロに習っているっていう番組なんですけど、なんと今回ね決勝戦に私となるちゃん2人も実はピヨピヨ乙女麻雀スクールの出身なんですね。ということで私たちが麻雀を習ってる様子ぜひ YouTube ニコ生などで見てください。バイバイ。あ、ちゃんと時間余った。じゃあ私の SNS もフォローしてください。きらびやかな衣装に身を包んだ美女たち。しかし吹き荒れるのは脱衣の暴風雨。次回職業服対決お楽しみに。